じわじわと。それで割れちゃうんでしょうね。ありがとう。通天閣のバンジーやりたいけどな。何メートルだっけ？興味あるけどな。バンジー、今年中に行くか。体重制限だよな、あとは。配信は下から誰か映してくれればいいかな。体重関係ない紐なしがスリルがあっておすすめ。自殺はしません。体重制限あるでしょ、多分。ないってことはないよね。調べたらあった。116キロでいけるかな？ 116 キロで。どうだろうね。116ならまだ軽い。スカイダイビングは俺絶対無理だわ。途中で気絶すると思う、多分。スカイダイビングは。失禁するだろうし。怖すぎて気絶すると思うよね。あんなよくできるよな、スカイダイビングとか。すげえよな。怖くないのかな。いや、スカイダイビングの方が怖いでしょ、バンジーより。ありがとう。ハマちゃんが昔やってて泣いたわって。通天閣のバンジー120キロまで行けんの？本当に？じゃあ行けるじゃん、俺。だから配信は下から映せばいいんだよ。配信できるでしょ、下から映せば。40メートルぐらいあるんでしょう。通天閣のやつ。怖いなぁ。やばー、めちゃめちゃ怖いよ。飛べるかな。ひよっちゃうかもな、直前になって。ひよっちゃう可能性あるよ。
映ってなくても切れんなよって。いや、それは切れるでしょ。せっかく飛んだのにカメラ映ってなかったら絶対切れるよ、そんな。切れないわけないだろ、そんな。めちゃくちゃブチ切れるわ。切れるに決まってんじゃん。美味しくないわ、全然。いやー、川を泳いだ時もゴロリさんに切れてた。切れるでしょ、命がけでやってんのに映ってなかったら切れるわ。そんなちゃんと映してくれた方がいい。でもカメラ一つだと不安だよな。動画も撮ってほしいよね。カメラ一つだと万が一映ってなかった時は最悪だからな。別アングルからも欲しいよね、飛ぶんだったら。二台以上ないとな。高画質でも撮ってほしいわ。俺の勇姿を。富士バンジーは配信できないでしょ。景色のいいところ。いやー、でもせっかく通天閣バンジーやってんだから。文春法はやらせなの？そうなの？なんか暴露されたの？いや、バンジーは飛ぶっていう約束をしたんだよ。それなのにまだ飛んでないから、早く飛べみたいな感じなんだったよ。そういうこと。ありすぎ。富士バンジーは配信できるか分かんないじゃん。いや、飛ぶってちゃんと。もう半年経っちゃうね。怖いけど飛ぶよ。もう予約入れろ。予約制あるの？あるのか。バンジーは予約？そうなの？
いやー、後ろから蹴飛ばしてほしい。まあ、自分の意志で飛ぶの怖いな。蹴飛ばしてくれた方がいいかもな、まだ。自分の意志で飛ぶ勇気ある自信ない。蹴飛ばしてくれた方がまだ飛べそう。いや、その方がまだ飛べるよ。自分の意思ではなんか、ひよっちゃいそう。やっぱ無理ってなりそうだな。だ、よっさん無理だって。飛べないでしょ。よっさんが虐待になっちゃうかな。なんか骨がいきそう、よっさん。ガクンってなりそう。通天閣バンジーは配信可能です。そうなの？いいじゃん。いや、でも40メートルあるらしいからね。結構高いじゃん。低くないよ、40メートルは。めちゃめちゃ高いじゃん。40メートルだよ。40だから。マンション何階分？犬が吠えてるら外だよ。確かに下がアスファルトだからな、怖いよな。10階分ぐらいか。高いじゃん、10階分なら。十分高いよ。10階から下を見下ろしたらめちゃめちゃ怖いだろ。10階だから、窪塚が飛んだの10階ぐらいじゃなかったっけな。アイキャンフライ。窪塚9階なんだ。じゃ、窪塚越えじゃん。